主砲のマイク・トラウトまでも怪我で離脱し、勝利が遠のくエンゼルスで、古軍奮闘している大谷翔平、29。特に本塁打は、2021年の46本を上回るペースだ。写真、以前もホームラン後、右手にキスすることがその本塁打を打った後の大谷の仕草に気づいているだろうか。2022年の秋頃から、ホームを踏む際、 左手薬指にキスすることがあるのだ。7月1日、日本時間、イカドの30号でも見せたこのキスを、コラムニストの新さなめこ氏が読み解く。WBC では指の先を舐めるような仕草があったので、そういう癖の一つなのかなという気がします。最近の大谷さんは、爪が割れたり豆ができたり、指の怪我やトラブルが多いですよね。 自分自身で手をねぎらっているのではないかと思います。右手にもキスをしてほしいですよね。メジャーリーグ評論家の福島義和氏はこう解説する。メジャーでは本塁打後に派手なパフォーマンスをしないことが不分立ですし、大谷のように本塁打後に左手グローブにキスする選手は今まで聞いたことがありません。日本人選手でパフォーマンスをした例は新庄剛くらいでしょうか。 メッツ入団1年目のマーリンズとのオープン戦で初本塁打を打った際、ホームベースを右手で払うようにタッチし、後に報復の支給を受けています。2023年1月に野球殿堂入りした元 DNA 監督のアレックス・ラミレス氏は、現役時代にアイン、ポーズを取り入れるなど、本塁打後のパフォーマンスのパイオニアだ。しかし、ラミレス氏は、米国ではパフォーマンスを披露することはなかったという。 メジャーなら、相手投手は見下ろされたと感じてカンカンに怒るはずだ。僕も、来日当初はパフォーマンスをすることが怖かったけれど、ある時に宮本、深夜、さんが、子供たちが待ってるんだから、やればいい、と言ってくれて、日本の野球のベースはエンターテインメントであることに気づいたんだ。今では大リーグでも、エンゼルスの、カブトタイム、など、本類だセレブレーションが定着しているが。しかし、 選手個人が誰かに向けてパフォーマンスをすることはほとんどない。クリスチャンの選手がキスして点を指したり、十字を切ったりするのは神への感謝のためだ。大谷のように手にキスをする仕草は初めて見たけど、これはファンに向けたものではないように思う。どう、その意味をラミレス氏はこう推測してみせた。大谷の左手薬指へのキスの意味は二つのうちのどっちかだと思う。 一つは、パートナーへの合図。もう一つは、そんな、相手を募集中、というメッセージ。あくまで想像だけどね、想像だ、と語るラミレス氏だが、いい線を言っているのかもしれない。あるサッカーライターが語る。サッカーでは、ゴール後に薬指にキスする選手がいるんです。例えば、元スペイン代表のラウールは、妻への感謝の印として、 ゴールの度に薬指の,指の指輪にキスするパフォーマンスを見せていました。事実、大谷のキス姿に悶々とする、大谷ガールズが続出しているのだが、恋愛に詳しいコラムニストの大島リエ氏はこう分析する。普通に考えると、左手の薬指へのキスは、愛しい人へのメッセージで、二人にしかわからない、お約束のジェスチャーを表しているのかなと思います。しかし、 大家選手が誰と付き合うのか、誰と結婚するのかということに、すごく注目が集まっていますよね。そんなにわかりやすいメッセージを出すでしょうか、7月12日に行われるオールスター。この日は、選手は恋人や妻を伴って登場するのが恒例で、普段はプライベートには立ち入らない米国の野球記者たちからも、突っ込んだ質問が飛び出す。今年は、記者たちの間で、 小平にあのキスの意味を聞いてみようと話題になっているという。救援では大谷から重大発表があるかもしれない。